行きます。じゃあこれで無理やりハブ城を攻めたらどうなるのかな。我に続け。ちょっとね、保険としてセーブは実はさせてもらっているんですけれども、落とせれるまでいけるかな。包囲せよ。パパっていくならば、いやでも黒いまでは無理か。お、研鑽を積んで成長した。三好家のイベントはカットさせていただきましょう。これは以前のシーズンとかでね、見ていますからね。三好さんどうなるんだろう。先月の収支です。せめては来ないとは思いたいがな。これより表情を始める。我らに足りないのは米ですぞ。じゃあアンロックするためにも軍事とあとは論議でいこう。外交交渉有利で兵糧消費、消費量減少か。あとは浦上さん。これにて表情を終える。浦上正宗か。現在農兵が中心だからな。こっちをまずは取っておいて、でこっちも取っていかないといけない。あ、自陣営参戦率上昇。現在同盟勢力は3勢力ありますから。あ、でもこういう親善効果も欲しいな、ね、立場が低いとっていういろいろ言われていますもんね。まあ、まずはこれかな。あとは、あ、これ欲しい。通常証券の収入上昇賞。あ、でもさ、381ね。かしこまった。進出でこうなって、取引を行います。兵糧購入で物資が全然ない。これで攻められるともうどうしようもないからな。矢神に武将を入れるとすれば、おう、赤松春政。承知。君にとっては腑に落ちないかもしれないが、まあ設定上はこの黒田官兵衛に全権を委任したという設定。さあ米が切れましたよ。あとは3000を下回らなければいい。でも意外と早いな。これで間に合わなくなったか。じゃあここで強行。よし無理やりだな。いやもうさすがに騎乗させる。戻るぞ。最後は強行で無理やり落としたが、まあ、一気に城は2つで、旗の毛は残り黒い城。あとはどこかの勢力が、まあ黒井を攻めるか、もしくは旗野に援軍としてやってこなければいい。兵糧はゼロですよ。なんか逆に我々が星殺しに合っているような気がするな。とりあえず武将は入れました。でルミンが帰ってきた。これでも収入535か。バンバン進出しなければならないか。黒田官兵衛は姫路のままでいいかな。今のところ武力が、武勇が他に比べて少ないんで、それの経験値が上がる施設を作っているんですよね。お、浅井ね、いいでしょう。浅井も警戒していましたからね。お、献上したい品。ははは、金平糖ね。報告します。まあ、もちろんないよりかはマシだが。先月の収支です。やっぱり介入を起き始めているな。あ、でも収入はちょこっとは増えているか。あとは開発の前に一応は修復。かしこまりました。開発何か新設できるかな。ここは馬ね。いやでも商人もいる。あと特別何かできるのはこの辺か。金銭収入を増やしたいからな。2ヶ月かかってしまうか。一応は内政上げたいから勘弁。あとは軍事どうかな。
一旦お金の収入増やしたいからこんな感じかな。2000人。かしこまりました。あとは減った分の微調整で、まあでも2400か。で、先に打ちしたコンペイと誰か甘いものが好きなのは、お、赤松さんとか、あとは、おお、マサモとか。いや、でも、旗の木落としたら多分、旗の木の抽選も多分赤いると思うから、それでちょっとこう、コンペイとで甘いものをあげて絵付けしよう。あとは黒い城か。お、なりまさ、なくなった。さらには吉達。さあ、これで斎藤家は終わりか。報告します。先月の収支です。これより表情を始める。今のところは、新たにアンロックしたいから、やっぱり軍事か論議。でも、ポイント少ないな。まあでも17になるなら1個ぐらい生きるでしょう。良き策かと。投資ね。あ、進出、これ欲しい。なるほど、なるほど。お、伊達家の情報までも入ってくるか。じゃあまずはこれを取っておいて、方策も提案してほしいからな。でも親善効果ね。まあ、まずはこれを取りましょう。これで3つずつか。お、収入はプラス1009。で、もう一丁進出。いいね、100で生きるのはありがたい。さらには開発。ちょうど八神と羽部城が隣接しているんで、新設で、これもいいし、そうそう、この連兵所で士気を上げるってのもいい。おお、こんなとこで水軍長連。どうせ2ヶ月かかるならば、まあ、成長させておきたい赤松さん。ししせっかくグラフィック変えたからな。あとはここ馬ならばいいんですよね。おい、伊達持つね。まあ逃げ足は早いからな。まだ新設できるな。民中もちょっとは上げておきたいし、隣接ですよね。あ、こっち側でいいかな。はっ。で、これでもうできない。で、こっちは官兵衛が頑張っている。あと2ヶ月で旗の木にとどめを刺す。お、志。一体何がアンロックされたか。通商協定のやつかな。ほう、兵法は兵法なりかは分からんが、正面説得。親善の効果が上がって、同盟を破棄しても多勢力の心象が下がらない。まあならばやりたい放題できるというわけだ。まだ死にとうない。あ、そうか、今早急追加しているんだが、あ、そうか、そこにいるのか。なんかこう面白い顔ですよね。じゃあ三好家ともよしみを通じておこう。先月の収支です。さあ、あと一月ですよ。で、浅井さんのところに介入できる。で、さらには足利。ここはダメなんだ。独占しているのかな。手分けでもないとは思うが。なあ、三勢力が介入しているか。こっちで926。じゃあ、安い方に行きましょう。無理に米を買うつもりもないから、親善で言うと、
アザイで、で、今三好ですよね。やっぱり進むならばこっちか。で、旗の木は、もまだまだ三好と通商協定を結んでいるのみ。これはいいぞ。で、空いているところにどんどんいろいろ作っておこう。もしくはレベルアップでもいいか。発展させていくならば、こっちはここまでレベル3とかそれまで上げているんですよね。でも160日とかかかるからな。かかってしまうならば、こっちはどうだろう。73名。は。こっちはまだ作っている途中。できたのはこの商人町のみか。まあ、これで様子を見よう。あとは黒い城だ。お、兵力は回復したか、旗の家。なんだかんだまだ講和してないからな。でも講和するとしばらく攻められないから、一気に旗の家を倒すところまでは行きたいんですよね。ほう、御用商人が話し。え、3000で買い取ってくれるか。コンペイトーだからな、10等級でしょ。武将にあげてもね、中世って1しか増えないから、中世1か、もしくは金、金3000か。なんか売りましょう。報告大丈夫、あまり月は経っていないから消費期限とか大丈夫なはず。先月の収支です。よしよし、お金も増えました。とりあえず旗の木にとどめを刺すならば、まあ援軍要請はせずに我々で攻めるか。それでも旧部隊編成でこんなものか。まあ、ちょっと拠点の関係で3人だったり1人だったりするんですが、耐久3000ですよね。さすがに撃って出ては来ないか。それを恐れるならば、まあ、こんなものか。兵力は4800ぐらい。じゃあ行軍開始。黒い城に向かいましょう。さ、じゃあとどめを刺しますよ。お、国近まだ生きているんだ。さあ黒い城包囲。囲め。打って出ては来ないだろうかな。先月の収支です。これより表情を始める。お、串橋さん。なるほど、悪くはない。もうちょい素直にこう褒めてあげたらよかったのに。じゃあとはポイント重視で今回は行きましょう。悪くはない。お通したおじい様、商業の行動回数も75ですもんね。でもアンロック優先で言ったらまずこれか。でこっちで言ったら、まあ、まずは意見が欲しいかな。よし、これでいけるでしょう。あとは鉱山、馬ならば一箇所あるから、これにしよう。でこれで放っておいたらアンロックできるはず。でも成長するって言ってもな、投資するだけでこれだけかかる。独占してしまうともちろん収入は増えますが、関係悪くなるからな。あ、でも四国の方行ける。はっ。じゃあ玉物証券いただきましょう。あとは黒井を包囲で落とす。でこれで再起間髪の特製効果解放、千里眼、これで視界が広がる。お、旗の家から金銭線ではダメですよ。赤井さんが構想していたか。月が変わるまでに落とせるかな、勘弁。お、ナイス。もらい受ける。よしよし、旗野を倒した。家臣は8人。そうだな、存分に使わせてもらおう。戻るぞ。戦向きっていうのが今そこまでいないからな。お、武力が上昇したぞ。嬉しそうだな、勘弁。
報告します。いいね、どんどん上がるね。先月の収支です。というのもさっき出陣する前にちょっと看病を見たんですが、武力がね、武勇かな72になっていたのが73になった。これはいいね。もみさん中性黄色か。さて1562年9月になりました。まあ、結構時間は実は経っているんですけども、まあ、その間に内政ごぞごぞやってて、で金銭収入も増えていたんで、まあ、ちょっと足軽を雇用してはいて、まあ、まだまだ準備を整うまでは一月ぐらいかかるんですが、しかもね、今年凶作らしくて兵糧の収入もちょっと落ちたんですよね。ですがその中でもこちら一式落としていきましょう。稲富さん、一式さん、まあ、鉄砲耐えればちょっと危ないかな。武将は全員で5人か。そこまで強くはないが、山名さんがね、同盟組んでいるんですよ。それが来るかどうか。まあ、逆にこちらも浅井屋、あとは三好とも同盟を組んだ。どこか借りたいな、兵。面白い武将がいればいいんだが。お、のちテーマには磯野さんがいる。こっちは宮部慶順。ヨステルさんとかさすがに使えないかな。だいぶ強いと思うんだがな。浮田さん下杉ですよね。そっから引っ張ってくるのも大変だな。集結を考えたら別所さんとか、あとはこの辺の勢力を助力を得たいところだが、まあいい、まずは宣戦布告。我が軍略お見せしよう。旗野と同じことを言っているな。陶器に助力するわ。足利だと。足利さんちょっかい出すのかな。援軍要請はできないからな。黒田など攻め滅ぼしてくれようか。あ、でも後世は使えないのか。まあ、別所さんはいつも通り力を借りるとして、お、本願寺も援軍要請できる。救い求めているのは吉影殿じゃないんだがな。あ、でも3500か。お、筒井もいけるのか。ちょっと待って、筒井、いやでも遠いな。まっちゃんとか、なんかこう、知略、なんかこう、防身系、謀略系の武将、援軍要請とか、なかなか面白いな。じゃあ、三好さん、岸和田使えるんだ。市議さんで戦。お、金銭になるんだ。で、一回やったんで、これで無理か。岡山下津は遠いな。でもこれで市議さんと、市議さんと、あとは別所か。援軍要請できたのは。でも援軍要請するだけならば他の勢力もいけるんだ。筒井さんとか、じゃあ島左近とかいるかな。あ、いたいた。いや、6300、これは大きいな。やっぱり同盟を組んでいないからか。アーザイさんで言ったら、これで2800、1700、で、1400。あんまりお金、米は取られたくないからな。裏紙ならば、うん、下津遠いもんな。じゃあこれで行ってみましょうか。助力をしたのはどうだろう。兵数8200か。こっちは13500。とはいえ収入が相当落ちる。集結で言うと足利も協力するんだよな。
でも落とすならば縦部山の方がいいか。それならば多分こう行くと、足利家は多分助けに来ないと思う。とするならばまずはここまで進軍か。落とせるのは一つかもしれんな。よし、ならばまずは縦部山を落とす目的で1万2000で行きましょう。兵力は1万2000だが、援軍が、まあどういった編成で来るか。ヨステルさんとか来たら非常に危ないんだが、黒田官兵衛は騎馬隊にはしておりますが、突撃使えるからな。逆に突撃が使えない串橋さんとか、あとはまっちゃんたちにじゃあ騎馬隊持たせよう。まっちゃん強いね。82の100、こんなものか。進め。じゃ行軍開始。あとは交渉できるだけの金がないから取引を行いましょう。残りは兵糧購入でいいか。縦部屋を落として停戦、もしくはお黒だと手を切らせてもらう。幕府と敵対したか。で集結中、兵力は8200。で集結は済んだ。守り側上昇みたいなのはないな。鉄砲隊の威力が落ちる、まあ、効果が落ちるっていうのかな。待機する。あ、でも着いた。向かってくるのかな。先月の終始です。これより表情を始める。まあポイントよりかは意見効果とか、あとは個性かな。舞台式上昇、包囲攻撃力、良き策かと。で敵の兵糧消費増加かな。これにて表情を終える。親善とかはいいからポイントは置いておこう。向かってくるよな。じゃあこっちが守りに入れるかもしれない。商業でも特に投資もできんか。介入を受けてはいるが、逆に足利が攻めてくる可能性もあるんだよな。お金は置いておくか。一色さん来てくれるかな。お、来る来る。価値は揺るぎないというか、でもせっかくですからね。2戦目行きましょう。一式の他にどれだけの部隊来るだろうか。ヨステルさん来なければいいが、よしよし、陣はこちらにあるが、ほう、細川さんが来たか。あとは小笠原さんも来た。のおすけとよもいるな。あとはそんなでもないか。まあ逆を言ったらこっちもそんなでもないんだがな。この戦お任せを。だが陣はこちらにある。お任せを。我が力お見せしよう。軍師遊撃もはっきりとどういう感じか分かっていないところもあるから。ここはお任せくだされ。じゃあまっちゃんの策、神出鬼没。ここはお任せくだされ。ってまっちゃんが言うならば、じゃあ教習隊任せますよ。あとはやっぱり赤井さんがいいな。赤井さんならば、じゃあこっちは旗の系を置いておいて、でこっちは別所さん。こんな感じかな。でもまっちゃんの方騎馬隊だよな。こういうのを見ているとこっちに部隊が固まっていそうな気がする。細川さんそこ強っ。やっぱりまっちゃんこっちにしよう。さあ綾部の戦い。こっちは守っていれば多少有利になってくるから、一旦まっちゃんを離しておいて。覚悟せよ。ご命令を。始めるぞ。でこっちは陣の防衛。
赤井さんもちょっと話そう。視界はまあまあ広がっているから敵は発見しやすくなっているとは思うが、始めるぞ。手を打ちましょう。黒田官兵衛前進。覚悟してもらおう。我に続け。さあ黒田官兵衛の軍略、今回はまっちゃんもこちらのお味方だが、相手には細川藤鷹がいる。二手に分けたな。手を打ちましょう。ならばこちらも分けるか。士気の高さでいうと藤鷹さん、あとはこの辺か、小笠原さん。さあだいぶ広がってはいるが、こう我々の陣形に対して動いているようにも見えるが、さあ一番槍は誰かな。良いのか、動いてこない限りはこちらがどんどん有利になるんですよ。ご命令を。始めるぞ。赤井さんも強襲隊だが、いいね、こう黒田官兵衛が軍団長で総大将で、でまっちゃんが参謀みたいな。この人なんて言うんだろう、なんとかこれよしっていうのかな。でもまずこの人が向かってくるだけで他の部隊動かないのかな。抜けそうな気がする。覚悟せよ。ご命令を。じゃあ赤井さんちょっとこう行こう。ご命令を。で関吉さんと、はい、あとはなりはるどうしようか。じゃあ向かせよう。敵の居所知れましたな。やはり抜けてこようとしていたか。やりたい。前。しかも奇襲。細川か。ゲチ、覚悟せよ。じゃあ黒田官兵衛はこちらだ。稲富さんの部隊がちょっと心配だが、赤井さんこういけるかな。我が命に従え。串橋さんでちょっとカバーに入りながら、でモミーさんでスケトよ。覚悟せよ。命を始めよ。この策で策士敵を欺か。まっちゃんちょっと厳しいかな。ご命令を始めるぞ。覚悟しろ。ゲチ始めるぞ。これにて幕と相手は足止めぐらいね。だが強撃になっている。知れました。隙を見せた。お、横槍を入れよう。まっちゃんが強撃を受けている。これが我がならば突撃よ。でもまだ一部隊、小笠原さんの動きが見えない。まあよかろう。串橋さんは稲富さん。ご命令を。まだ一部さんとかは来ないのかな。我が策、これに。時には大胆に。攻め込まねばな。でもまっちゃんずっと策士か。攻撃力を落としてはいるが、持ちこたえられるかな。一色さんの攻撃をちょこちょこ受けていることになっているんですよね。ご命令を始めるぞ。まあできるだけ攻撃を狙っていこう。あなた勝利は揺るぎないとは言うからには負けるわけにはいかんからな。敵の居所知れましたね。小笠原さんそこか。黒田官兵衛は、じゃあまずは守りを固めよう。足止めをしておいて赤井さんの攻撃で回想させる。覚悟せよ。前。覚悟しろ。別所さん、一色さんいけるかな。ご覧ください。守りに入るか助っ人かな。もしくはいけるならば細川さん。こっちはそれぞれの部隊で戦う。
木畑野さんはこれに、お、守りを捨てる攻め時。なるほど、まあもうちょいで相手回想するからな。陣は3箇所健在ならばこれで決着をつけよう。一旦引こう。おやおや、足利やさらには山田の協力があってもこの程度とはな。矢を放て。お、足軽たちは息が上がっているようです。息が上がって、スタミナがなくてぜいぜい言っているっていう意味ではないですよね。まだ戦は始まったばかりだぞ。突撃、敵は惜しまぬ。それが我が戦よ。まい。こっちの一色さんどうだろう。それよりか小笠原さん狙おう。我が策、ご覧くだされ。ならば足止めを。掴んだ勝機、逃しはせぬ。そうだ、逃しはせんぞ。この策で敵を欺く。こっちもどんどん追撃。我が策、ご覧ください。吸収で、細川さんは強撃に入っているからそのまま身舞台で当たらせる。移動力の上がる突撃の方がいいか。幕とさせていただこう。まだ相手はかろうじて持ちこたえてはいるが、お、細川春本か。前シーズンでなんか島津義郎が打ち取ったような気もするな。敵将打ち取った。お、細川さん打ち取ったり。やばいぞ、信長さん、魔王様がぶち切れている。弟子さん強撃か。やりたい。まあ大丈夫だろう。まだ決着はつかないか。弟子さんは吸収か、あの包囲を抜けたいのかな。でも官兵衛と協力して小笠原さんを回想させてやりましょう。ご覧ください。陰線ね、まあちょっと放っておこう。ならば突撃よ。藤高よ、一式に組みしたことを後悔させてやろう。あとはいいかな。ここは守るのだ。守りに入るか。弟子さんはピンチだが、でも用心を使ったことでちょっと戦線を離脱していくが、おっと書いてると我が軍の勝利か。よくやったぞ、皆の衆。すべて勝者の思うが。おお、敵被害甚大。ふむ、ならば攻めましょう。立部山。手を打ちましょう。